メリルシー・メイグスフィールド空港は1948年12月から2003年3月まで運用されていたシカゴの空港であるミシガン湖の人工島であるノーサリー・アイランドに位置する1948年12月10日に開港したが2003年に閉鎖解体され現在は公園となっているシカゴ計画メイグスフィールド空港のターミナルビルメイグスフィールド 空港の航空交通管制等1997年に撮影されたメイグスフィールド空港シカゴパーク地区のノーザリー島はダニエル・バーナムによって1909年のシカゴ計画に基づいて建設された唯一の人工島である。シカゴにおける航空機の初飛行は1910年にノーザリー島に隣接しているグラントパークで行われ、1911年に同じ場所で 国際航空展示会が実施された。その後、1918年には、グラントパークにて、定期便が就航した。しかしグラントパークは、発展する都市の航空需要をカバーできなかった。ノーザリー島を築き上げたバーナムは、1912年に、亡くなった。1916年までに、シカゴ計画の協調者であるエドワード・エイチ・ベネットは、湖畔の場所が、シカゴのビジネス地区に、 航空サービスを提供する空港として最も適していると提唱した。1920年にはシカゴ市民が半島の埋め立て地建設の費用を支払うための国民投票を承認し、1922年に建設が開始された。その同じ年、ウィリアム・ヘール・トンプソン市長はダウンタウンの空港をそこに配置することを提唱した。数年後、シカゴ・サウスパーク委員会は、 賛成票を投じた。1928年には、経済界を代表するシカゴ商工会も、湖畔の空港を提唱した。第二次世界大戦のほぼ直後となる1946年、空港の建設が開始した。その同じ年、イリノイ州議会は、適切な長さの滑走路を作るために9.7ヘクタールの固定を譲渡した。 空港は1948年12月10日に壮大な式典で開港された。1950年6月30日にはメリルシー・メイグス・フィールド空港に改装された。これはシカゴ・アメリカンの発行者でありパイロットでもあるメリルシー・メイグスにちなんで名付けられた。1952年には 航空管制塔の開設、1961年には新しいターミナルビルの開設など様々な改築が行われてきた。199年代後半には悪天候でも着陸を可能にする FAA 景気侵入、滑走路の延長が行われてきた。メインターミナルビルはシカゴ航空局によって運営されており、待合室、オフィス、カウンタースペースがあった。 滑走路の北側には、アドラープラネタリウム天文学博物館がある。デイリー市長の破壊命令から数日後のメイグスフィールド滑走路。大きな X マークは、航空機の離着陸を防ぐために、ブルドーザーによって滑走路に刻み込まれたものである。1994年、リチャード・ M ・デイリー市長は空港を閉鎖し、その場所に公園を建設する計画を発表した。 空港が位置するノーザリー島は1996年に空港リースの更新を拒否したシカゴパーク地区が所有していた。市は1996年10月のリース満了から1997年2月まで空港を一時的に閉鎖し圧力をかけた。これに対し衆議会から空港を再開するように彼らを説得した。2001年にシカゴ・ およびその他の間で空港をさらに25年間開いたままにするという提案をした。しかし、この取引は連邦法の米国上院から帰却された。2003年3月30日日曜日の夜、デイリー市長は市の乗組員に対し滑走路の表面に大きな X 字型をブルドーザーで刻み込んで滑走路を使用できないようにするよう命じた。しかしこれらの事実は メイグス空港の飛行機所有者に通知されず16機の飛行機が立ち往生した。取り残された飛行機は910メートルのタキシング誘導路から出発することが許可された。2003年8月までにメイグスフィールド空港の解体工事が完了した。ノーザリ島は現在芝生の散歩道、巨大な池が特徴である公園となっている。2005年には夏に 音楽コンサートを開催する7500席のハンティントンバンクパビリオンが敷地内にオープンした。マイクロソフトフライトシミュレーターシリーズのデフォルトの空港となっている。フライトシミュレーター2004翼の創世記まで収録されているが、それ以降の X 及びスチーム版についてはサードパーティーのアドオンから導入可能となっている。2020年に リリースされたマイクロソフトフライトシミュレーターに対応したアドオンもサードパーティーからリリースされている。ありがとうございます。